回ご紹介するのはこちら、牧野製縦型マシニングセンター V56 2006年製です。牧野の V シリーズといえば V22、33、56、77、99と、もう V シリーズというだけで安心の1台と、そういった評価、これはもう周知の事実ですよね。その理由はというと、これもカバーで見えてませんが、これ実は門型マシニングセンターなんですね。門型の五軸加工機、こう言ってもいいと思います。この門型だからこそ、この安定した精度を実現できると、これに尽きると思いますね。ですから例えばこの V56 以上のテーブルサイズになってくると、金型の加工もいけたりとか、そしてあと部品加工もちろんですね。なので、まあユーザーさんのお仕事の内容によって幅広く対応できる、そういった機械がこの V シリーズなんではないかなというふうに思います。制御装置見てみましょう。こちらは、プロフェッショナル5ですね。これはあのファナックの 310iA5 がベースになっています。では次は室内を見てみましょう。さあこちらは、HSK の A63 がついています。主軸の最高回転数は2万回転、そしてあとこちら ATC は25本仕様になっています。その分ちょっと、ATC のこのポットの部分、出っ張りがありますけれども、後ろの油圧ユニットもありますから、そんなにこれが、かなり出っ張っているというふうな印象はないですね。その他のオプションとしては、まあ、スーパー GI の4制御、あと2プラス2軸のヘリカル補完があったりとか、まあ、もうこの1台さえあればバッチリといった感じでしょうか。でこの室内灯なんですけれど、こちらオリジナルのついているやつはちょっと電球切れていますが、全ユーザーさんが実はこれ外付けの室内灯をつけていましてですね、個人的にはこちらの方が明るくて、大きくて、かなり使い勝手がいいんではないかなと、そういった印象を受けます。であと、外装と内装ちょっとした部分に塗装をして、仕上げていますので、かなり綺麗な形で本機ご使用いただけるんではないかなと思います。もちろん、切削タンクもありますし、ちょっと今このベースの部分がか細く見えますが、これはあのちゃんとカバーが後ろの方に、外してありますね。で背面というと、特に出っ張りもなくすっきりとした形、まあ、デザインからしてもこの V シリーズってかっこいいなと、色味もシックですしね。であとこちら、エアードライヤーがあります。これはあの機内に水分を入れ込みたくないということで、牧野製の機械には、標準でついている場合が多いですね。で先ほど精度のことをちょっと、言いましたけれども、AK テクノスに入ってきてからはこのように、精度検査しております。すいません、ちょっと髪がくたびれている感じがありますが、このような形で精度検査していますので、まあ、ある程度、安心な材料と思っていただければなというふうには感じています。これから先もまだまだ、需要が減ることがないと思われるこの V シリーズ、特にこの V56 サイズ的にも、かなりニーズがあるというふうに思いますので、ぜひともご検討のほどよろしくお願いいたします。